古川さんです。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今回ダブルキャストで。いやそうですね、やっぱ本当に、まあ、何年ぶりかの本公演の出演です、ね、パンポン公演、そうですね、パンポン公演以来で、でまあ、そのおまけステージだったりとか、そのパンジャイルドとか、まあ、PB ショーブランドでのこうイベント等々には、まあ、ちょっと参加させていただきましたけれども、まあ、やっぱり本公演は違いましたね。違いました、やっぱりね、でもちょっと真面目な話になりますけれども、まあ、ちょっとやっぱ深みが、まあ、その他のが全然とかじゃなくて、やっぱ本公演は本公演だと、はい、重みが違うというのはやっぱありまして、はい、面白おかしくのところも、まあ、全部みんなで出演者全員で作り上げていくところが、やっぱその、まあ、距離の問題でかなりやっぱりしんどい思いをしたし、もうそうですね、はい、いやもう嫌だなってもう何度もやっぱり、まあでもね、思いながら、そうだから、な中でのやっぱり達成感もやっぱ逆にあるしっていう、まあ、それがあれですよね、千秋楽のあの、そうですね、言わなくていいんですけど、それは全くもそうなんですよね、ギャン泣きでしたね。そうですね、ギャン泣きは赤ちゃんかギャン泣きって、いやまあまあまあそうですね、そうですね、まあだからそういう意味で、まあ本当に節目に、まあ、劇団員として参加できてよかったなというふうには思いますね。じゃあ最後に聞いてくださっている、はいはい、このジャニオン、パンジャニオンの皆さん、はい、一言。あ、わかりました、パンジャニオンの皆様は古川です、ございます。まあ、ちょっと本当に、まあ、ごまんざく、僕自身のこう、まあね、まあ、エゴも含めて、まあ、本当に無理やりっていうか、うん、まあ、皆さんの、うん、劇団員全員の、うん、まあ、サザエもあって出演させていただきました、うん、まあ、若干自分の中でも、まあ、納得できないってことが悔しいところありましたけれども、うん、まあ、自分の中でしっかり、うん、まあ、やれたなというところがありますので、うん、はい、まあ、見ていただいた方がどういうふうに思ってもらっているのかというのは楽しみで、またどこかでそういったお話ができればなと思っております、はい、今回真面目にちょっとお話しさせてもらいましたよ。まだ酒を 僕だけ飲んでおりませんのでね、すみません、はいはい、ちょっと先取りをね、車ですから、はい、車ですから、はいはいはい、ありがとうございます、すみません。 FM リズムネーションラジラジラジオ終演いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。あざーすラジカセから聞こえてきたその歌を歌う。